ビーボックスと一緒に不気味な飾り付けをいっぱい作るんだ。でもベビーボックスいないね。あれ？どこに行ったんだろう。バーハッピーニャオウィーン。うまく隠れてたね、ベビーボックス。あたし頑張ったにゃん。それじゃあ一緒に素敵で不気味な飾りを作ろうにゃん。作ろう。何を作るの？今見せるにゃん。さて今日作るのはにゃおかぼちゃお化け。ほほほ。素敵で不気味だね。にゃおウィーンって感じする。そうだ、これ3人で作ってお友達にプレゼントするにゃん。必要なのはね、オレンジ色のティッシュペーパー、黒いマジック、透明なプラスチックコップ、そしてスティックのりだにゃん。あれ、私ののりどこだにゃん。さっきまであったはずなのに。のり。ああありがとパンディ、びっくりしたけど会ってよかった。まずオレンジ色のティッシュペーパーをビリビリに破くにゃん。こうだよ、ビリ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 。次にのりでプラスチックコップにティッシュペーパーを貼り付けるにゃん。ペタペタペタ、こんな感じ。貼り付けたらマジックで猫ちゃんのお顔を描くにゃん。ニコニコ猫ちゃん。私のはびっくり猫ちゃん。僕のはアッカンベイだよ。最後にろうそく型のライトを入れるとこんな風にニャオカボチャお化けが光るにゃん。じゃじゃーん、これで出来上がり。ニャオカボチャお化け。みんなに見せるのが楽しみだね。だよね、みんなキャーって驚くよ。わっ、やねえみんな、これみんなにあげる。ほほー、いいじゃん。うわ、不気味ね。すごい、光ってるにゃん。素敵で不気味なにゃおかぼちゃおばけの作り方をありがとう。どういたしまして。